皆さんこんにちは。今回は魔界都市京都というテーマでお話をしたいと思います。ちょうど3級のテーマ講座ということに、なるんですけれども、このテーマなかなかこれタイトルが面白いですね。魔界都市、なぜ魔界なのかということなんですけれども、これは京都は長い間都でありました。その時に勝者がいれば当然多くの敗者も生まれる。負けた人物というのは大体恨みを持っていたり何らかの未練を持って破れていってるんですね。そこでそういった人たちが亡くなった後に怨霊となって京都に災いをもたらす、そういった考え方が定着していたんですね。これを信仰していこう、守っていこうというのが御霊信仰になるんですけれども、今回はこの魔界都市を勉強するにあたって一つヒントがありました。この魔界、恐ろしいものを退治してくれるヒーロー、これに焦点を当てて勉強するのも一つかなというふうに思います。まずその代表的な人物挙げさせてもらいますが、それがはい、こちらですね。源頼光頼光とも言われておりますけれども、こちらと四天王、四人の家来なんですね。特にこの源頼光と言いますと、検定のテキストでは伝説のコーナーで出てまいります。まず一つはですね、土蜘蛛伝説なんですね。蜘蛛塚というのが京都にありまして、この頼光がある病気で寝込んでいたときに、怪しげな法師が枕元に立ったと。でこれは危ないということで、名刀膝丸でこの法師を切りつけたんですけれども、起き上がってみるとね、果たして血が点々と続いていたんですね。これを四天王が追いかけまして、ずっと行きますと山奥の洞窟に土蜘蛛がうごめいていたと。正体は土蜘蛛だったんですね。でこれを退治しまして、鴨川の河原に干しますと、この頼光の病がすぐに治ったということで、この土蜘蛛伝説というのがここで起こったんですけれども、じゃあこれ一体場所はどこなのかということなんですね。候補として挙げられてますのが現在の上京区ですね。はい、こちら上本蓮大寺の墓地にあります蜘蛛塚跡なんですね。こんな辺りじゃないかというのがまず一つあります。そしてもう一つですね、この蜘蛛塚、土蜘蛛伝説で押さえておきたい場所が、はい、こちらですね。これは北野天満宮の参道にあります東向き観音寺の境内にありまして、これは土蜘蛛の近くにあったと言われている、これは灯籠の火袋なんですね。これは遺跡ということでここに祀られております。これもね、ぜひよかったら北野天満宮行かれた際には確認してもらえるといいかなと思います。こういった土蜘蛛の正体ははっきりわからないんですけれども、おそらくそういった魔物のようなものではなくて、朝廷に対する反抗するもの、あるいは当時ね、ちょっと社会からあぶれたもの、そういったものがこういう伝説になっていったんじゃないかなと思われるんですね。そしてその流れで言いますと、もう一つこの頼光を退治したものに、これ有名ですけれども、大江山というところでの四天王寺鬼退治伝説があります。大江山というのは京都の街中ではなくて、ずっと北の方ですね、丹後と丹波の境目ぐらいの山なんですけれども、こちらに鬼が住みまして非常に悪さをしていたと。そこに源頼光と四天王が派遣されまして、そして見事にこれを退治するんですね。その退治した結果、その鬼の首を持ち帰ってきたんですけれども、これもちょうど丹波と山城の国境、ここまで来たらその首がなんと急に重たくなりまして動かなくなったということで、そこに神社を作った。それが首塚大明神として残っています。結局この鬼というのも、ね、恐ろしい生き物ではありますけれども、実際のところはこの丹波丹後にいた朝廷に歯向かう、そういったね、大きな勢力、これを討伐しに行ったんじゃないかなというふうにね、思いますけれども、なかなかね、この大江山ではこの鬼で町おこしをね、してますので、非常にこういった伝説があるのは面白いなと思います。この武勇伝ですね、この頼光の系統には、その後子孫ですけれどもね、
もう少し時代が下りますと源頼政という武将が出てきまして、これがムエタイジというのをこの洛中で行います。またこれはこれで勉強してほしいんですけれども、この頼光と頼政というのはずっとこうね血でつながっておりまして、いわゆる河内源氏といいましてね、後に頼朝とかが出てくる系統ではなく摂津源氏の方になるんですけれどもね、源氏にもいろんな武将がいまして、そういった武勇で名を残すそういう武将がねたくさんいます。で今回のテーマとしては魔界なんですけれども、むしろねこの魔界の時代の中で光り輝いた逆のね正義の見方、これに焦点を当てて勉強するとより深くね魔界の方も学べるんじゃないかなと思いますので、ぜひねそういった勉強法をお勧めしたいと思います。